さん、LINE の方でちょっと去年のそのサブとメンシップの、うん、あの予算のなんかスプシみたいなのまとめてあったんで、ちょっとなるほど、ちょっと LINE の方お願いします。はい、これさ、なんかあの、うん、投稿動画に対してやった方がいい気もするな。あ、これなんか多分漏れると思う、めっちゃ多分漏れてると思うんだよ。だから多分なんか、ね、うん、一応それはあの担当の人と話しながら作ったやつだから、うん、なんかね多分ね、うん、例えばまあその11月だったら11月に上がった動画で何がケーキで買ったかを出しての方がいいかもしれない。その企画ごとのゾーンを作るみたいな。そうだね、まあ、そっちの方がなんか企画ごとに予算管理しやすいのと、だから多分漏れなさそうな気するんだよな、うん、めっちゃ細かい話、なんだろう、駐車場代とか、うん、あと多分 ETC とか、うん、もう ETC とかも多分、まあ、ETC は正直漏れてるね。それも多分動画ごとにやれば漏れない気もするんだよ。てかあとあれだな、メンシップのうん、スペコンと分かれたじゃん、うん、管轄が、うん、だからそこの予算をどう分けるかだよな。まあ、そうですね、まあ一回全部決めるか。うん、これは経費でみたいな。まあその予算、うん、予算を決めた方が、まあサブは別に決まってるからいいんだけど、特にメンシプとスペコンの予算決めるのと、まあもろもろ一回去年の分とかを、はい、経費を一回見直しますか。そうっすね。はい、というわけでいろいろな予算をちょっと、はい、あの審議するということで、はい、まあ、改めて説明すると、第二グループはあのこれまでは経費っていう概念が、はい、まあ会社の経費かそうでないかっていう、はい、感じでやってたんですけども、まあ、あまりにもみんながこうちょっと出かけた時に飯食ったら、うん、これ経費っすかみたいな、あ、これ経費じゃないのみたいな感じで、ちょっと経費の感覚が緩かったので、はい、その部署制にしたんですね。サブチャンネルの部署だったらサブチャンネルの経費の予算が毎月あって、メンバーシップはメンバーシップ、総務だったら総務みたいな感じで、それぞれにこの経費の予算を決めて、その中でやりくりしてくださいという、うん、まあ、お小遣いスタイルでやっていました。、ね、はいはい、で、まあ、それで結構やれていたんですけど、まあいろいろ1年経ったりとか、まあ、そのスタイルで多分半年ぐらいやってきて、うん、まあ、そこを一回見直そうと、はい、いうところで、いろいろまあこの半年の経費のまあ使い方とか、まあ実際どうなのかとかいうのを聞きながら、決めていこうかなという回でございます。なるほど、はい、いや、すいません、サブチャンネルの方々、なんか結構これでさ、その今後の君たちのその予算とか決まるんだけどさ、スーツとかじゃないんだ。いや、ちょっと待って、その急に呼ばれてる。そうですよ、そんな圧迫面接ありますか。スウェットみたいな感じ、部屋着みたいなの着てるけど、そんな、まあ別にそんなどうでもいいか、こういう会は。あ、いやいや、そういうわけではないですけれども、はい、予算があればスーツ着れるけど、そういう仕様で使う感じか、君は。いや、違います、違います、サブチャンネルってそういう部署なんだ。違います、衣装的な話です。まあ、じゃあ改めてね、サブチャンネルは、はい、毎月、6万円の、予算が枠として与えられているということですね。小遣いじゃないですか。今だけ小遣いそんなもらえない。恥ずかしいな。あんま、そのね、世にさらしたくらいで、これ6万でやりくりしてるんですよ。小遣いだろ、こんな。まあ、で、まあ、大体その1本あたり、まあ、週2本ぐらいですかね、投稿してるのが、はい、うん。なんで、まあ、大体毎月8、9本ぐらい。うん、なので1本あたり、まあ、6、7千円の予算でまあ作ってくれてるということで、いつもありがとうございます。はい、ということで、まあ、そこの6万円がまず妥当かっていうところと、まあ、これこの話していいのかな、ちょっと生々しいかもしれないんですけど、
まあ、その毎月のね、そのなんていうの、出来高制というか、そのノルマ、ノルマを超えたらそのちょっとプラスで、はい、そうですね、まあそこがなんかあのインセンティブ報酬みたいな形で次の月の予算がまあなボーナスが入るっていう一応仕組みで、はい、やってますが、実際そのボーナス的にはどうなんだろうね、結構プラスになってたのかな、ざっくりプラ5万とかぐらいの時はあったって感じですね。じゃあもう倍の月があったってことだ。そうですね、うん、どうですかね、その実際6万円っていうのは率直に。まあ正直これはあれですね、ものすごく全然余裕です。そうですよね、こいつ金使ってないですマジで。あの今これシート見てるんですけどその毎月6万のくせに今サブチャンネルのケーキ35万貯まってるんですよこいつやばいっすマジで35万。だからそのプラスの分とかもありつつの35万ではあるんですけれども、直近の動画でもまずこの手錠生活に関しては、はい、手錠代と、はい、あのご飯行った時の半分とかかな。ああそうですね、さすがに生活を拘束してしまってるんでご飯とかはまあ半分ぐらいだそうで、でまあじゃあ本当に5000円ぐらいかな、もうちょいか。まあ手錠は結構しましたね。手錠はしたんだ。まああれ結構長かったんで、あ、まあ、あれ多分手錠じゃないもんだよね。あれ 4,5 千円ぐらいしたよね。そんなしなかったっけ。安全ぐらいしたかもしれない。もろもろ多分で飯で明日1万円ぐらいいくんじゃないですか。ああ、いったね。まあ、でも他がね、まあそうですね、釣りも結構、釣りこれさ、なんか俺聞いたけど、ね、全部経費だったらしいね。まあそうですね。でいくら、釣りいくらかかったんだ。釣りがまあ1人1万ぐらい、で佐々木は、佐々木はなんか自腹っていう佐々木は自腹、佐々木は自腹。あ、じゃあ2万円ぐらいか。そう、2万円と、まあ、いろいろ、あとまあ高速代とか。よく溜まってるね、そのなんか今聞いてる限り。まあっていうのもちょっとあれですね、去年と今年だとまた話が変わってくるっていうところはありまして。確かにな。まあ去年はあのやっぱ6万少ないっていうことでなるべく節約しようっていう意識でやってたんですよ、うん、そしたら勢い余って35万溜まっちゃったんですよ余りすぎなのよ。いやなんかまあ元の僕の多分性格とかもあって、うん、めちゃくちゃ節約志向なんで、うん、やってったんですけど、まあ今年明けてからさすがにそれは良くないっていうことで、うん、もうちょっと動画にどんどん使っていこうと。だから今までだったら NG 出してたようなものも、うんうん、まあ一旦 GO してみて、それで再生回数が伸びてプラスになればいいんじゃないかっていうことで、うん、あのちょっと使う量を増やしてったんですね、うん、その結果がその釣りとか手錠とかだったりとか、まあそういう感じになってきてるってことですね。なるほどね。まあでもなんか2月に関しては今3月6日撮影しますけど、はい、2月に関しては、まあ、4本しか動画が合ってないですね。だからこの要は動画の量が少ないってことは使う予算も少ないけども、はい、なんか予算もね減らさないとちょっとおかしいかなって思って。いやこれは違います。はい、これは意図的なブランディングです。ああそうなんだ。わざと減らしてる今は。そうですね、意図的に。じゃあそんな予算もいらないってこと。いや、いります。ブランディングに予算必要ですか。何に使うんですか。いやだからそれあれですよ、まあ本当のこと言うと今その手が回ってないんです、動画の、はい、長尺にしてるんでね、うん、ただ長尺にした分その収益が上がってるんでそこはあんま関係ないですよね。そうですね。で動画上のその展開とかも増えてくんで、まあ、うん、例えばこれまでサブチャンネル3本撮れたとこそれは全部1本にまとまってるっていう考えで大丈夫です。まあでもね、この長尺が増えて確かに再生数伸びました、収益上がりました。ただなんか今サブチャンネルこう編集をこうもう外注するようになったじゃないですか。そうですね。でその外注費とかはそのもうサブの予算っていうよりはこう、まあ、メインの会社の方から出てると思うん で、まあ、実際6万円以上にサブチャンネルの方でお金がかかってるとかいろいろ考えると、はい、まあ、結構そのね、この貯金をそろそろ切り崩しながらやってもらうっていう、でゼロになったらもう一回手当てみたいなのとかでもいいのかなと。いや、え、今までの努力パーですか。パーではないです。パーではないですよ。この時のために試すみたいになるってことですか。え、そうだね。いやでもやっぱり、うん、こっちとしてはまあちょっと投稿本数に関してはすごい反省すべきところがもちろんたくさんあるんですけれども、はい、やっぱり理想としては今みたいな質のものを、うん、まあ、しっかりと週8本9本上げていくってなった時に
今の予算ではちょっと足りないかなと、うん、逆に考えてます ね、 あ足らない、まあ、もうちょい欲しいですね正直なこと言うと。そうか、正直なこと言うと、これはでも、まあ、安西さんがじゃあそのお金の方で、うん、僕はその中身の方を管理してるっていう目線で言うと、例えば飯代とかが今半分自腹半分経費って状態じゃないですか、うん、はい、俺も正直もう全経費にしたいです。ああ、なるほど、なるほどね。というのも、まあ、飲みの撮影とかみんなその、まあ、撮影だしっていうのもまあ多少あるんですやっぱ、うん、っていうのでそのみんな飲んでるんですけど、そのなんていうんですかね、財布が圧迫してて、うん、心から笑ってないんですよまあね、うん、あ、まあ須藤いいの僕は、うん、そんなんかもう心から楽しんでる姿を僕はサブチャンネルやっぱ届けたいんで、ちょっとこれじゃ笑いきれないというか、やっぱその二次会行こうぜっていう時にもうその心からの運が言えないんですよ。まあ、そこはねもうこっちの問題で安西くんとのまあ話かなと思うんですけど、まあもちろん僕もあの全然余裕があれば全部にしたい、してあげたいですよ。はい、なんですけれどもやっぱり今の圧迫した、いやいや余裕あるんだよめちゃくちゃ貯金してるから、おかしいだよ、なんでこんな金余るんだよ。マジでその5月から始まって5、6、7、8、9、10、11、まあ、これ11月しか時点での貯金、これ7ヶ月やって35万貯金あるって、6、7、4、12だから42万でまあボーナスとかものも入って50万ちょっとぐらい、もう半分以上貯金できてるんですよまあそこはだからね、別にメンバーの分をとか、いやちょっと多分そこを許可した途端に、はい、一気に多分足りなくなっちゃうだろうなっていう、一、まあ、回許可しちゃったらもう一生許可しないといけないだし、まあちょっと難しいところがあるんじゃないかなっていうところは考えてますね。そうだね、まああとやっぱりちょっと怖いなって思ってるのが、ちょうど今日撮影どっ場所みたいなのを話してた時に、はい、須藤くん結構お金ないんですよ、はい、なんですけども OK じゃあまあ鍋屋予約しとくわってスッて言ったんですね、はい、鍋屋ちょっと高いですもんね、鍋屋は、まあ、ちょっと高めだったんですけども、須田まで一番まあ高い、多分なかなかスッと出て、普段だったら出てこない店が撮影だからって言ってスッと、まあもちろんそれは個室だからとかっていういろんな理由はあるんですけども、 でもちょっとスッて出てきたんですね、多分経費じゃなかったら出てこない速度でスッて出たんですまあそうだね、須藤くんは一回以前も本当に寿司屋で打ち上げやった時にとりあえず大トロ10貫でって言ったあの事件もありましたやっぱ経費だと大暴れするっていうだからね、まあ別に常に須藤くんがそうしてるわけではないと思いますけれども、はい、やっぱり全部にしてしまうとちょっと緩みすぎてしまうんじゃないかな、うん、まあそれは確かにっていうのはちょっと怖くて、あのちょっと話変わりますけど、その高齢者の医療費全額負担じゃないですか、うん、であいつはバンバン病院行くんですよ無料だから、うん、ちょっとでも負担させると、はい、やっぱそこは自制が働くんで、うん、まあ、確かにそれは僕安西君に言ってることは分かるなっていう、まあそうですね、まあ撮影大変なんでね、なるべく出してあげたいんですけれども、じゃあその35万余裕があるからっていうのはちょっと怖いなっていう感じですね。ちなみにこの35万円のなんか使い道というか、今こういうのをやりたいとか、なんかサブチャンで大きい企画やりたいとかそういうのはないですか？あ、ここに関してはね、あでも一個、はい、そのまあそのまあいろいろあるんですけど、その中で今一個その大きな買い物ではないですけど、はい、サブチャンの経費で今、うん、安西もちゃんと説明してないけど、買ったものが、買ったというかまあ車を買いました。えちょっと、え何それ、はい、はい、何それ、はい、車、はい、車買えないよ、35万じゃそんな、まあ、正確に言うとその佐々木が乗ってた昔の軽自動車があったんですよラッパ、あーあるね、はい、佐々木が車買い替えて、うん、これその廃車にする手続き今取ろうとしてるんだけど、使うならっていうのでそれを引き取ったんですね。なんでこの後多分廃車代がかかるかもしれないです。いくらで買い取ったんですか？ちなみにまあその現金としてはゼロです。あ、ゼロで引き受けたってことね。そうです。あ、廃車手続きっていくらだったんです？まあ軽く調べたら 4、5 万かかるケースがある。マジか。え、ひと月分飛ぶやん。まあでも30万余ってるって僕は聞いたんでいやいやいや、ちょっといろいろ使い道あったでしょ。ちなみにあの K でガソリン入れに行ったんですよ僕、うん、そしたらそのスタンドの人にこの車やばいっすよって言われて、うん、タイヤ交換しないと本当
走やばいっすみたいな感じになって、うん、タイヤ交換したんです。え2万ぐらい。それはだからそれもまあそうだね、サブ。それはですか。いやそれはだってまだサブとして使ってないですもん。いやでもサブチャンネルの企画で使うための引き取ったってことですよね。いや違います、これ。いや今でも聞いてください、はい、サブチャンネルと使うからで引き取ったんですけど、はい、今そのみんなその自由に使ってる車になったんですよ。そうですね、まあ、最近そのスタッフがパチンコにハマってるんですけど今そうじゃ今そのパチンコカーとしてあいつが出動してるんですよ。確かに見ますね。この間ビビったのがその休みの日にそのみんなで飯食いに行ってて、うん、俺が外でそのタバコ吸ってたんですよ。そしたら目の前はそのパチンコ界の夏がすぐこの車で軽自動車の中でもクソちっちゃいんだよな。しかもクソほど音でかいだよ。でかくて水色っていう。確かにね、夏一人でその時の。そうです。だからすごいね。いや今車用車使い受けてんさあいつは。しかもそのガソリンスタンドのタイヤの営業はダメですよ。いやでもその空気圧を測ってもらって明らかにもう半分以下みたいなタイヤがあったんで、うん、いや本当はだから僕はもう企画で使ったら速攻配信する予定だったんです。その2万はもう知らないです。確かにそれはちょっと晴天の霹靂です。そのパチンコで買ったお金から補填していただきたいです。ちなみにそのガソリンスタンドは何かの撮影の時に使ってたのかな。いや買い出しで行って。なるほど、ね、ガソリン切れてたんでちょうど入れようと思って。パチンコではない。パチンコではないです。何の買い出しですか。なんだっけな。いやいスタジオ開拓だったかな。サブチャンネルで撮ってますよね。でもまあちょっとホームセンターに行くときにそれカメラ回す。いやカメラ回してはないですね。あじゃあまあそれはサブの素材としてはないんで、どちらかというとグループ自体の経費ですね。これ通る。まあまあそれはそうですね。よかった、はい、よかった。それは聞かなければよかったってちょっと後悔して、うん、まあでもその車をちゃんと使って収益で賄えばもうプラマイゼロですからね。まあそうですね。だから別にサブチャンネル自体の上にまあ僕ら的な不満は本当になくて、うん、ああよかった。むしろその6万円で、よくやってもらった上に今ちゃんとこう再生数もね投稿にちょっと落ちちゃってますけど伸ばしていただいてるんで、ものすごくありがたいなと思うんですけども、ちょっと一個だけね、気になるコンテンツがありまして、津田ロッテマリーンズみたいにやられてますよね。ああ、うちが経営してる野球チームですね。はい、でちょっと、野球チーム、かなり、まあ、本当問題児というか、まず、僕、あんまよく分かってなかったんですけど、まあ、そもそもなんか合宿代めっちゃかかったみたいな話あるじゃないですか、うん、で合宿代も20万近く合宿してとかあるんですけど、そもそもね合宿する前からちょっとおかしかったというか、まあ、野球の試合するたびになんか打ち上げ行くんですよその打ち上げ代も確か経費で出してるのとそうあとなんだろうユニフォーム、うん、あれなんか1人1着1万円するって聞いたんですけど、まあ、あれが10着で10万円かかってるし、あとなんかまあ、マスク、なんかキャッチャーマスクみたいなの一式とか、あれが4万ぐらいするらしいです。で、あとなんか一応もう全然球速出てないのに、いいのが球速測るようで、なんかその測るやつ、なんか2、3万のやつ買ってたりとか、まあ、バット買ったり、ボール、あとなんかそこの庭で練習できるようにみたいな感じで、なんかネットみたいな、ティーバッティングできるようなネットみたいななんか貼って付けられてたんですけど、誰も使うことなく普通に廃棄されて捨てられてったんで、それとかもうかかってるのと、なんか最近もなんか新しいユニフォーム作るみたいな感じでなんか動き出してるのを聞いていて、ちょっとなんかおかしいなっていう。そうですね、これは何というべきか。ちなみに合宿はいくらかかったんでしたっけ。合宿は今ざっと計算した感じで25万ぐらいですかね。いろいろ含めて。なるほどね。4ヶ月分か。まあ25万で、多分ね、7万回と、まあ、両方とも7万回ぐらいなんで、はいはいはい、おそらく収益が入るとしても、まあ5万とか。かな。いや、その、あれですね、津田ロッテに関しては、その、まあ、僕は監督なんですよ。はい、僕はチームを強くしなきゃいけないっていう、はい、僕は役割で、はい、簡単に彼はフロントなんで、うん、だフロント側のミスですこれは。こいつが合宿を勝手にやりだしたそのせいで今こうなってるんで、
それはもう僕とは全く別件なんで、津田ロッテは悪くないです。そうですね、まあちょっとその時はやはりコスト意識というものがなく、まあなんか津田ロッテ部活といえば合宿だろぐらいのテンションでちょっとやってしまったんで、でもなんか、まあ、その時は、まあ、確かにねこういう予算制度なかったですけど、はい、なんか最近ちょっと本当風の噂で、はい、なんか宮崎にキャンプに行くっていう話ちょっと聞いていて、とんでもなく弱小チームのくせに別にその辺の公園でキャンプすればいいのにこれどうします。プロ野球選手じゃないんですよ。いやだからそのあれですよ、そのなんていうんですかね、その今そのなんていうんですか、その登ってる最中というか、うん、こっからやっぱとんでもないことになってくるんです、だろってっていうのはね。そうですね、うん、いやなんかこれまあ裏でみんながめちゃくちゃ練習しててちゃんとこう登っていくのが見えるならいいんですけど、うん、本当に動画回ってる時しかやんないじゃないですか。いやだよそんな知らんもんだって、そんなさ、なんか気づいたらさ、とてにその急速分からず変わらずだし。あれは本当に知らない。知らないじゃないですよ。暴走です。暴走じゃないです。あのピッチャーとキャッチャーが暴走したんです。いやあのバッテリーなんだよなマジで。あいつらがネットもそうだし、で防具もそんなしてたの。うん、その最初の頃に揃えた時は、うん、サブの予算っていうのはなかったですけど、うん、今後はもう全部サブの予算にやってください。それはなるほど。ロッテがはい、もうなんならもう配分しますか。それはやばいっすよ。だって今投資の段階っすよ。投資というか別に回収の見込みもないんですよ。見切り早いってそれは。あの、ね、最初のそもそもね、あの、はい、めっちゃいいところで野球したじゃないですか、はい、あの救助費も結構かかってるんですよ。ちなみにあの審判の人もあの日当1万円とどんどん出てくる。そうなんですよ。いやいやいや、これはちょっとまあその畳んでもらわないと。いや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 、だってそしたら防具どうするんですか。いや防具なんてもう知らないですよ、そんな。売れもしないですよあんなもんは。本当にメルカリで売っていただいて、もうちょっとそこら辺整理していただかないと。いやこれ ガチで配分どれぐらいのテンションこれ。まあ配布で。そんなは、はい、そんな、いやまだあのちょっと考えてたっすもんね、こっから津田ロッテどうするかとか。そうなんですか。いやそうですよ、だからそのいっぱい試合して、うん、そのいっぱいキャンプ行くみたいな。プロ野球じゃないの。結果出してスポンサーつけてみたいな。誰もつかないのよ。いやいやいや、こんなクソみたいな雑魚チームに。これで終わりか。いやでも結構待ち望んでる人いますよ。いますか。津田ロッテ見たいですって俺意見聞かないんですよ。いやいるって。あ俺はそんな聞いたことないけど。確かにね、一部の野球経験者が結構見たいって言ってるだけだ。本当にあの元野球部が言ってるだけなのちょこちょこ。多くの視聴者、野球やってない人は別にどうでもいいと思ってんのよ。いやメインいけない、この流れから。いけないです。いや俺はルーキーズ的なね感じを想像してたんですよ。だみんながもうめっちゃ頑張ってんなら本当に分かるんですよ。ルーキーズのドラマもあるんですけど、で試合勝ってよっしゃーっつって抱き合ってみれば分かるんですけど、これ試合次やって勝ったとしても別に普段何もやってないやつらがそこだけ頑張って感動しないんですよ。まあ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 、僕も楽しいですよ。なんですけども、あの野球がそもそもあの全員拘束なんですよ。まあな、野球やるってなったら、まあまあまあ、コスト高いっすよね。9人いるからね。でそれやった日もあのなんていうの、もう仕事できないっす。疲れちゃう、疲れちゃうし、なんか、まあまあね、とりあえず打ち上げだしな絶対。そうだ、ちょっともういろいろねあれなんで、その日曜日にやるとかだったらいいんですけど。いや日曜だって休みでしょ、オフでしょ。本当の部活じゃないですか。そんなじゃないと、そのもう平日にやって他の業務もある中でやっぱね強制的に借り出されて、うわくそ、これはめっちゃねキラーコンテンツになってるんだったら僕らも何も言わないですけど、まあとりあえずラパンは返すか。そこで一旦捻出する。まあ、本当最終はお任せしますよ、2人に。はい、まあ、これだって別にサブの予算内でね、うん、やってる話ですから。うわマジかよ。まあでもちょっと考えさせてください。あの、はい、まあ、とりあえず数字を取れるようにするか、うん、もっとコスパのいいものにするしかないってことですよね。まあそうですね。
それかもうなんか案件とか受けてください。スポンサーか。本当にサブチャンネルで案件受けてくれたらその分その案件代あの乗りますから。ええそうなの。まあ、半々ぐらいでは半分もうちょっと半分にします。めっちゃ取ってくやん。第二グループにまあ会社側に半分入れてもらって、もう半分はもうサブチャンネルの予算で使っていいですよ。もうマジで。わちょっと考えます一回。うん、だからこの動画見てる人でもしねスポンサーとかなんかいいぞっていう人いたらついてほしいですし。あ、まあまあ、ちょっと考えます。中小企業でもいいんですよね。あ、全然できたら大手です。上場企業が一部上場企業見てないんですよこの動画。じゃあまあ一旦結論としては、サブチャンネル、まあ、だいぶ貯金余ってるのと、まあ、投稿頻度下がったりしてますんで、はい、まあ本当ステイです。今までの趣味で。なるほど、はい、なるほど。まあ下がらないだけ良かったですね。まあそうですね。ちょっとまあ再生回数伸ばして、まあ、はい、あれですね、増やします。プラスアルファ、はい、そのインセンティブの部分で稼いでもらったりとか、はい、まあ案件取ってもらって、でそこで予算作ってもらって面白いコンテンツをね作ってもらえればなと思います。案件ね、はい、取ってこう。なんでまあこうサブチャンネル見てる人もなんか案件入ったとしても、まあ、あんまりこう責めないであげてください。毎回プロモーション含めて使うしね。それがね多分それがプロの野球ですから。大人の野球はそういうもんです。そうです。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。渋いな。ぶっちゃけサブチャンネルはそのなんだろ うちの部署的にはまあ本当赤字と黒字の真ん中ぐらいかな。まあまあ大体黒字っす。まあその稼働する人件費とかいろいろ。ああ、まあ確かに編集外注費とか含めたら、編集外注費とサブ経費、そしてそのまあ、安在土遺体の人件費も含めて本当にトントン感じなんで、まあちょっと頑張ってもらいたいですね。で、井野くん、はい、じゃあちょっと次スペシャルコンテンツ、あ、どうぞお座りください。あ、はい、どっちがいいですか。どっちもいいですか。じゃあ僕の正面で、はい、まあちょっと視聴者の方、スペシャルコンテンツって言われてもなんだこれって思うかもしれないので、一応僕から説明してさせていただくと、まあそのサブチャンネルと僕らそのメインチャンネル、サブチャンネル、メンバーシップっていうの3つの媒体があるんですけど、このメンバーシップ内で1ヶ月に1回ね、その結構メインチャンネルとサブチャンネルの間ぐらいの大型企画を、スペシャルコンテンツとしてやってまして、まあ、これをまあメンバーシップで公開するのと、そこの一部をねサブチャンネルでもちょこちょこ上がってると思うんですけど、まあ、公開して続きをメンバーシップで見せることで、こうサブチャンネルからメンバーシップへ この流入を図ろうというね、企画を井野が担当しているということで、はい、間違いないですか。はい、そうです。はい、そのスペシャルコンテンツはね、もともとメンバーシップに入ってたんで、メンバーシップ内の予算でやりくりしていて、もともとメンバーシップは去年から、発足当時が10万円、まあ、プラスインセンティブみたいな感じの、まあ、基本10万円でやってもらってて、そこからこうメンバーシップをの中でスペシャルコンテンツにいくらぐらいかけるっていうのを、まあ、西尾といいので話してやってもらっていたんだけど、まあ、去年ちょっと振り返ってどうでした、その予算とかお金とかについて。まあそうですね、ちょっとその一緒にやってる時はちょっとその厳しかったんですけど、はい、まあちょっと分離させていただいてからはやっぱその、はい、非常にやりやすかったというか。なるほど。ちなみにまあその分離したのがまあ今年入ってからだと思うんだけど、はい、分離してからは一旦スペシャルコンテンツはその本当に企画によってこう差がありすぎる、そうですね、っていうところからまあ一旦上限なし、はい、でまあかかったやつだけまあこう生産するという、はい、仕組みでまあここ最近はやってるということですね。はい、そうです。どうですか実際そのまあその、はい、そのルールとしては。いや、まあそうですね、非常にやりやすいですね。まあやっぱりかからないものは本当かからないし、かかるものはやっぱかかっちゃうので、うん、まあ本当に非常にやりやすい、まあ正解なやり方なのかなっていうふうにはまあ僕自身は思ってます。なんか僕らとしてはその、まあ、上限がないってなった時にまあとりあえず使っちゃえばいいでしょうとか、そのあんまりこうコスト意識がなくなっていっちゃうのかなっていうのを危惧しているんですけど、はい、その辺はないんですかね。
そうですね、なんか使ってやろうみたいなのはないですし、本当企画に合わせてっていう感じなので、うん、まああくまでも最低限のお金でそれを取れるクオリティをっていうことですね。はい、そうですね。そこら辺はちゃんと削っているということで。はい、もちろん削ってますし、はい、そうですね、はい。ちょっとすいません、一人なんか証言したいという人がいて、はい、実は来ていただいてもいいですか。はい。ああ、先ほどどうも。あ、どうも。サブチャンネルのドイテンさん。ああ、サブチャンネルの方ですか。つだろ、だいぶなっちゃったよ。いやいや、そんなテンションで言われても困るね。ちなみになんか、どういうお話？まあ、その今、そのコスト意識を持って企画によってやっていこう。無理に使ってやろうって気はないって言ってましたけれども、その無理に使ってやろうとは思ってないと思いますけど、その削れるとこ削ろうと思ってないんじゃないかなっていう出来事が一個ありまして、言ってることはちょっと違くないですか。いやいや、削ろうと思ってますよ。まあその僕と石尾と飯野で、まあよくそのスペコンどうするかみたいな、はい、コンテンツどうするかみたいな話をしてて、はい、まあ一個結構金かかりそうな感じの企画があって、その時に僕がまあでもこれあれなんじゃないの、その金とかもねかかりすぎちゃうから、どうすこの企画とかできんのかなみたいなこと言った時に、その井野さんがまあね、スペシャルコンテンツはね、いや何とでもなりますからねはぁ、あ、って言ってました。いやいや、そんなこと言ってないですよ。違う違う、そのだから手前の企画とかをしっかり抑えて、誠意を持って交渉すれば、まあ、なんとかなるんじゃないかっていうような言い方を僕はしたっていう認識なんですけど、僕は今その完全再現でやらせていただいたんですけどそのあの悪代官みたいな言い方してないですもん。まあスペコン引っ張ろうとはいくらでもそんなことは言ってないですけどね。そういうふうに思われてたんですね。いえいえ、誤解です。とこう他の、ね、部署とか、まあ、僕ら自身もいろいろ切り詰めてやってる中で、うん、まあ、そういうちょっと考えるやつが一人でもいるとね、いろいろ崩れていく。いやいや、切り詰めてますよ。まあ、一応ついでにもう一回していただくと、はい、この間あのスペシャルコンテンツを撮りに行ったんですけども、はい、まあ、今ウェブカメラをね、うん、みんな購入したじゃないですか、はい、なのにその機材レンタルでそのウェブカメラ用 の, そのアクションカムを借りてたんですよ。あ、自分たちの機材があるのにそのレンタルをして借りてた。そうです、まあ、それは安西といいのだったんですけど、お、安西といいのがそれで借りてて、で岩田がお前これあれミスっつったら、安西がいやガチだよってなんか言い出してミスの最後ガチかよなって思ってたんですけど、それでいやウェブカメラあって俺それ使えばよかったやんっつったら、ああ、それはミスだわって結局なったんですけど、だってちょっとコスト意識がないというかね、だってもう完全に無駄なお金。うそうですね、まあそこは本当に安西のミスというか、いやいや安西のミスというか、そのスペシャルコンテンツにかかってるんで、はい、まあ、あなたが責任者なんで。そうですね、まあ僕がそのやっぱりちょっと借りといてくれって言っちゃったのをちょっとあの鵜呑みにしちゃったっていうか鵜呑みにしちゃった、ね、要は井野さんがこの量借りてくれって言った量を安西さんも借りたんですよね。はい、でそのそもそも量の発注が間違ってたってことですよね。いや、まあ、用意してくれっていう言い方だったので、まあ、もちろん僕はその GoPro あるものをその使ってもらえるっていう認識だったんですけど、そこはだからまあそうですね、まあそうですね、本当申し訳ないですね。うん、なるほど。ちなみにちょっとじゃあ安西君一回来てもらってもいいかい。はい、今の話はミスですね。あ、っていうかまあガチですつまり、安西君のミス、まあまあそうですね。あ、はい、なんか安西君から聞いたんですけど、はい、なんかそもそも発注された量のカメラを頼んだのに全く使わないカメラがあったみたいな話を聞いて、そこに関してはそうですね、そのGoPro 僕のミスだったんですけど、はい、一眼を、まあ、この台数借りてくれっていう風に言われてたんですよ、うん、で普通に借りて、まあ、自分たちのも持ち合わせてやったら、カメラマンとしているのが4人なのに対して一眼が5台あったんですよダブルになった。そうですね、二刀流無理だよね。でなんならまあその日まあイレギュラーで1人あの来れなくなってしまって2台一眼余りました。あ、ちなみにその一眼レンタルだとどれぐらいかかるんですか。まあ、レンズ込みで6000円とかくらいはしますね。2台だったら1万円、それぐらい。ちなみに GoPro は、本来レンタルしなかったらいくらぐらい1台かかるんですか。2000円とかぐらい、2000円かける、まあで、まあ、5台ぐらい多分借りちゃったんで2、3万ぐらい、全部で2、3万。はい、
無駄に金を使ったってことです。これはだからコスト意識がないからそうなる。そうですね、だってサブチャンネルだったらもう月の半分の予算失うぐらいなんで。そうですね、ありえない話ですけど、飯野さん別にそこに対してなんかこう、あ申し訳ないですって謝罪とか、あこれミスったから次からやんないとなっていう反省の色が一切見えなかったんですけど。いえ、その本当に毎日反省続きというかいやしてないです。次の撮影ではっていう。してないです。こいつは舐めてますよマジで、はい、あのこの間あのウェブカメラを、はい、GoPro になる前の、はい、その試験的なウェブカメラがあったんですよ、はい、これダメだなってなって返品しといてってなったんですよ、はい、こいつはその返品を忘れても期限切れてます。え？いくらですか？ 4,5 万。え？あら、それ僕聞いてないですね。いや、なんかなくなってたんですよね。なくなってた？はい、で今本当どこあるか分かんなくて。でも返品はしていないので。返品はそうです、記憶はないです。シンプルに 4,5 万、と損害が出たっていうことですかね。まあそうですね、うん、まあ損害というか、まあまあ使えば損害にはならない。使わないですよね、その 4,5 万のウェブカメラを。4,5 万の価値があるかって話ですよ。テレビの上につけたりとかってこのテレビにウェブカメラつけてもこれテレビなんですよ。パソコンにつけないと意味ないんですよ。コードこう伸ばしてパソコンピッてつけたらいけるかなとか、うん、一応そのそれが発覚した時の映像ありますけど。ああ、ちょっと見ていいですか。この人何ですか、スパイですか。なんかしらで使わないと思う。何かしらで使わないと思う。あいつです。え？あいつです。お前だろ、機材担当は。機材担当はお前だろ。いくら？多分合計で8万ぐらい。うわぁ、弁の商売お前。払わねえよ。え？全然払わない。え、でもあれやん、お前。反省の色すごいな。お前がそのさ、返品するあれを忘れちゃったんでしょ。っていうか、まあなくなってたからね、カメラが。まあ、大前提、返品してなかったらないことに焦んないといけない。あれ、やばい、返品してないのにないって。ということはあれだよね、その返品しようとはずっと思ってたけど、カメラがなくて完全忘れちゃってたね。弁のショーだな。マジでもう何の抵抗も しようがないぐらい期限切れちゃってた。8万ぐらいですか。っていうね。ああ。聞きました。まあなんか安西からちょっとこう焦ってたというか、いやどうしようみたいな感じで見えたんですけど。飯野さんちょっともう、いやうぜえから払わねえよ。いやカメラ回ってたんで、そのリップサービスです。いや誰に向けてのリップサービス。いやどっかにやっぱこう出るじゃないですか。はい、こうなった時にうわなんか裏でもこんな感じなんだっていうそのリップサービス。いやだからその安西はそのなんていうんですかね、分かりやすく右往左往してたじゃないですか、ここら辺を。飯野さんだってあのオットマンに足入れたままでしたよ。いやそういうことじゃないんですって。だからやっぱこう、まあ、これもう年明けてから君だけちょっとその経費へのコスト意識が本当に低いかな。スペコンのその件もいろいろ含めて。まあスペコン、まあそうですね、スペコンの件ぐらいですかね。まあ、まあ、カメラの件どこ行ったんですか。まあ2人はまあそんな感じかな。あ、そうです、はい、ありがとうございます。はい、なるほどね。お前がスピード感買ったからどうかな。何なんすかあいつ。スピードガンがあのサブの景品になっちゃってるから、はい、ああいやでもあれその買ったまま売れるんですよ、買った値段のまま。これマジっす。でも売るまではその多分ね、はい、減っちゃうから。まあまあでもその資産なんで。それドヤ顔で言われても困るね。こっち防具も4万ぐらいしたんだって。防具は知らないです僕は。あキャッチャーの問題かあれ。はい、そうなんか。そうか、コスト意識は あるのかな。そうですね、まあちょっと痛感はしてますね。なるほど、本当に。どうですか、純也君目線の経緯として。いやさっきの動画の反応見たら明らかにないでしょ。ないですよね。いやいや、あります。ちなみにそのなんか、はい、今年入ってからスペコンのやつと予算とかってどっかにまとまってたりするのか。はい、あ、しないです。あ、でもかかった分だけ。あ、かかった分っていうかその、まあ、かかった時のやつはそのまとめてはあります。
あ、そのなんかシートとかに、シートというか、まあ、その企画書的なものに一応記載はしてありますね。あ、はい、そうですね。でも今回のそのマカオがまあ当たったっていうのは、まあ、まずおめでとうございます。あ、ありがとうございます。いえ、マカオのね、あの動画確かほぼ0円で撮ったというか、そうですね、はい、ついでに回したような感じが、ああいう感じになったという感じで、あんまお金使わなくてもこういいコンテンツっていうのは作れるんじゃないかっていう、いやいや感じで思うんですけど、いや、その飛行機代はその岩田さんが出してくれたから、まあ、その海外とかマカオに向けて、はい、でなんか成立したわけだって、はい、そのお金かかんないと本当とんでもない須藤知事会うみたいになっちゃうんですよでもなんかね、須藤知事に会うとかになっちゃうんですよ、お金かけないと。男気じゃんけん旅、はい、これもあんまお金かかってないっていうか、ついでに撮れた、まあ、ついでに撮って、それあのドスベってるんで。ああ、そうなんですね。その金かけてないやつ基本ドスベってんすよ。例えばなんだろうな、編集が終わるまでスタジオに閉じ込められたら、はい、あ、それドスベってます。ああ、そうなんですね、はい、やっぱお金はある程度かけないと。まあそうですね、まあ企画ありきですけど、うん、まあお金かかっちゃう企画もまああるかなっていう、まあそうだね、感じです。まあこれ難しいね、根本色のそのコスト意識の低さにはちょっとどうにか手を打ちたいんだけども、はい、なんか一律例えば10万ですってやったところで、本当に0円でできる企画と30万から企画がやっぱあるわけだから、はい、この辺がちょっと難しいですよね。そうなんですよね。でちょっと貯金するためになんか弱い企画やんなくちゃいけないとかいうふうになっちゃうと、やっぱりそれマイナスですからね、やっぱ全体に。そうですよね。でもスペシャルコンテンツやっぱ総じてかなりお金がかかってるというか、はい、本当に1ヶ月のサブチャンネル作るお金よりもかかってる、うん、例えばこの指ゲームなんか、これ本当にとんでもない額かかってますね。そうですね、すごい。まあサブチャンネル半年以上分はかかってるかもしれないですね。そうですよね。あと君なんかあの、はい、自分がスペシャルコンテンツの担当なのにことに、はい、なんか毎回ちょこっと賞金なんか、はい、載せてくるよね。いやあれやめようか、それゼロで、いや意識のやつゼロでいいんすか、だって。いや、やっぱ賞金ってフックがなかったらっていう。1万円でいいじゃないですか。いや1万円なんて、その見てたら面白くないし、あんまやる気も入んないじゃないですか、身が入んないじゃないですか。うん、まあちょっとあれもね、あのちょっとまあそうですね、正直ちょっと賞金はその制作費的にちょっとしんどいなみたいな部分はまあありますね、うん、まあそうだよね、はい、ちょっとだから賞金の減額もちょっと考えてもらいながら。そうですね、はい、まあ削れるとこはっていう、まあちょっと一回今年なんかこういう企画やりたいみたいな、はい、なんかどうも、なんか何だか決まってるみたいな。そうですね、はい、聞いたんで、まあ、それに合わせて予算を決定していくとか、企画あたりの予算をもう純也くんと一緒にやってもらうとかの方がいいのかな、うん、ちょっとこいつのお話にすると本当にいやいや分かんないんで、振れ幅あるからな、でも企画によって。だからどっちかだね、毎月10万円で、余った分は貯蓄とか、別にそれに関して10万円で渡すから何もこっちは言わないですよスタイルか、うん、もうお月のものが入って純也くんと一緒に企画ごとに、うん、いやここを別に移動ね、格安航空でいいじゃんとか、うん、そういう話とか、これ賞金ね1万でいいよねみたいな話で削っていくか。そうですね、まあそのジュアさんと一緒にやらせていただく方が、まあちょっとこっちは引っ張り やりやすいかもしれないですね。引っ張りやすい、いや違います、やりやすい完全な、違います、やりやすいかもしれないですね。うん、まあ、確かにそれの方がいいかもしれないですね、はい。まあ、最低限そのなんて言うんだろう、企画ごとにいくらかかりましたっていうのと、まあ、それに対して、どれぐらいの、まあ、結果が出ましたっていうのは、うん、まあ、まとめながら一旦純也と飯野くんで進めてもらって、まあ、そこでこう結果がちゃんと伴ってたら、まあ全然何も言わないですし、はい、ちょっとこれ結果伴ってないなってなってきたら、もうちょい予算を絞ったりとかっていう感じで進めていこうかなと思います。はい、分かりました。まあでもまあ直近は本当に、マカオ当ててくれてありがとうございました。はい、はい、いえいえ、はい、はい、じゃあそんな感じかな君は。はい、ありがとうございます。 あとあのウェブカメラの件はまた別途、はい、うん、いろいろ連絡していただくと思うから、はい、そうですね、はい、なんか封筒か手紙かなんか一旦、はい、はい、そうですね、はい、じゃあありがとう、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとスペコンはちょっと順位頼むわ。
かりました、一緒に入って、はい、まあ一回あいつ叩き直してくんないと。いるんだよ会社に。会社の経費はもうあの、はい、湯水の湯で使っていいと思ってるやつが。じゃあメンバーシップ行こうか。よろしくお願いします。はい。どうも。はい。どうも。なんかあれですか。そう、面談みたいですね。はい。まあメンバーシップの、予算をちょっとこう、はい、もう一回見直そうじゃないかというと。なるほど、はい。まず大前提、まあ、ダイニングループメンバーシップみたいなのやってまして、はい、毎週、ラジオ、はい、そして限定動画、まあ、2本、うん、そして生配信、プレミアムラジオみたいな感じなんですけど、基本的にまあお金がかかるのはこの限定動画の部分、はい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 、かなと思っていて、まあ、ここの部分がまあ毎月、まあ、9本、8本、9本ぐらい、はい、まあ、サブチャンネルと同じぐらいの量が上がっているということですね。そう、なんかめちゃくちゃ丁寧ですね。はい、はい、いやまあそうですね、おっしゃる通り、はい、今まではこうスペシャルコンテンツが入っていて、はい、それが月1回ねあって、でそれもお金がメンバーシップの予算から出てたんで、はい、まあ、サブチャンネルも多く10万円月使うという話だったんですけど、はい、スペシャルコンテンツがこう分離しまして、はい、なのにもかかわらずメンバーシップの予算が10万円なんかあのぬくぬくと使ってるっていう話をちょっと聞きまして、それ誰が言ってんすか。いやいや、もう現にそうですよね。いや僕結構忠告出してましたよ。ああそうなんですか。じゃあもう今は予算10万はもう多いなっていう、はい、あえてかメンバーシップの予算ってどうなったのって話を、はい、あの年始ぐらいから結構言ってたんですけど、はい、まあ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 みたいな感じだったんですよ、はい、なんであこれやって決まんのかなって気がして今来たら、はい、あれこれ詰められてるんですかこれ。そうですね、普通に詰められてます。あ、詰められてるんですかこれ、はい、いやだから僕もあれです、だからその適正の金額がちょっと分かってないんで、はい、一旦そこも含めてちょうどいいのかなと思ってたって感じですね。そうですね、まあちょうどいい機会かなと思うんですけど、はい、実際今メンバーシップの貯金というか、はい、どれぐらいあるんですかね。そうですね、ざっとでも293,547円ですね。ああ、29万円、まだかなり、はい、まあ、3ヶ月分ぐらいは優にあるってことですよね。これだからあれっすね、1月2月あの予算使うタイミングがなくて、うん、あの入力してなかったんですよ、はいはいはい、なんで今僕もびっくりしてますね。あ、すごい金額あるって。確かにめちゃくちゃありますね。まあ10万円あったら1本の企画に1万円かけれるってことですからね。そうですね、まあ、ただこれやっぱスペコンにほぼ今まであの、まあ、月10万あったじゃないですか、はい、で言ったらあの8割9割スペコンに投下されてたんで、てことは、はい、8割9割ね、なんかスペコンが持ってってたってことは、はい、まあ1、2万あれば十分。あ、いやいや全然全然。いやあの、なんか僕あれですよ、ですかね、なんか年始ぐらいにそのスペコンの予算とメンシップがちょっと分かれるみたいな話だったじゃないですか、はい、で、あのまあ分かれるとしたらじゃあメンシップの予算大体5万ぐらいかなみたいな話をちょっとあのこうやって全体に5万ぐらいかなみたいな、まあ、ちょっとあの言ったりしてたんですよ。だからちょっと5万ぐらいの認識がちょっと僕の中ではあったんですけど、今1、2万いやなんかその8割、9割、はい、かかってたけど、まあ、やってこれたみたいな話が、あの我慢っすよね。だいぶもうあれですよ、あの火の車ですよ。なるほどね、はい、まあ、確かにね、ちょっと 1,2 万言い過ぎました。 あ、 ありがとうございます、はい、ちなみにまあじゃあ本当にあのフラットに予算から見て、はい、あのどうですか予算、例えば、はいはいはい、今の予算感とか、もうちょいお金あったらこういうことできたのになとか、あ、むしろもう満足な量なのかっていう、はいはいはい、まあ、だから、単純にメンシップの運営に関していくと、ほら、先々月ぐらいかな、はい、ですかね、ほら、ビストロ第二っていう、ちょっとキッチンスタジオで撮影とかし始めたじゃないですか。はい、まあ、そのキッチンスタジオとか、まあ、他にその企画によって、まあ、場所を借りてやるっていう方向は結構ありなんじゃないかっていうところを、去年の、ちょうど今年の総会ですか。で話をしたんで、まあ、そのスタジオ代が借りれるぐらいの金額かつまあ生配信でよくフリップとか使うじゃないですか、はい、のものがあればなと思ってたんで、ざっと5万ぐらいあると嬉しいなっていうのを思ってましたね。結構なんかこう謙虚というか、あ、なんか他の方は結構できれば欲しいぐらいの感じで言ってきた中で、
割となんか現実的なことできてるんで、はい、印象はいいです今。あ、本当ですか。まあ、逆に言えばあの今までスペコンあったじゃないですか、はい、でスペコンの撮影が、まあ、例えば指ゲームがあったんですけど、相手は 2,30 万飛んでるんですよね、はい、で、まあ、メインシップの予算だったん で僕やっぱスペコンでちょっと一発当てたい感もあったんで、はい、あの指ゲームにじゃ あの予算を30万回すためには、うん、あのメインシップを月10万入った上で、あの本当 1,2 万でやるっていう生活をしてたんですよ、はい、なんで逆に5万っていうのはプラスなんですよね、僕からしたら。なるほど。っていうのはありますけど、はい、そうですね、5万が適正なんですかね、確かにこう考えてくると。そうですね、まあ、5万は別に確かにいいかなと思うと、まあ、今年メンバーシップに力入れていこうっていう流れもありますからね。そうですね、まあ、ただちょっと思ったのが、まあ、通常運営5万でいいなって気がするんですけど、あの、まあ、例えば感謝祭だったり、はい、まあ、機関誌みたいなちょっとあの別のほらお金があったじゃないですか、うん、これをメンシップの予算とは別じゃないですか。なんでなんかそういった活動をあのできる条件に5万だったら僕はすごい納得するんですよね。まあ、ちょっと感謝祭の話題が出たんで、感謝祭おおはいさせていただこうかなと思うんですけども今回こう感謝祭は本当特例という話で、はい、まあ、そのメンバーシップの予算ではなく、こう会社の予算使ってやるっていう、あ、そうですよね、話になってたと思うんですけど、はい、制作費で425万、はい、425万かかってます。かかってますね。はい、これはですね、メインの予算をも超えるぐらいの金額がかかってるんですが、はい、でこれあの入場料とかは、はい、で回収するみたいな感じかな。あ、これはだからあれですね、あの、まあ、ほぼ、はい、まあ、今回無料のイベントだったじゃないですか、はい、なんで、まあ、入場料は、それこそ最初も僕取るかみたいな話をしてたら、あの僕の目の前にいるあの、ね、あの会社の長が、あの、まあ、全部無料の方がいいやろっていうことで、はい、そこなくなられた経緯は把握されてますよね。そうでしたね、すいません、僕でしたね。まあ、その上であれですね、まあ、元からその席を取るって話もあったんですけど、席代、ただ席代とじゃあ2パーで開きますみたいな話がずっとあったんですけど、正直あのここで売り上げを立てる必要というかあの考えもなかったんですよね、うん、結局あの会場代とかそれこそ何かしらのその催し物でお金がかかるんで、正直僕自身はイベント自体の興行はそこまで考えてない、うん、代わりにあのグッズですかね、はい、あのメンバーシップ限定グッズをあのその時初めてちょっと出させていただいたってことなんで、まあ、グッズでちょっと黒字になればまあイベントとしては成功かなっていう部分だったので、まあ、グッズもあれも入れてほしいなと思いますね。なあ、そうですね。まあ確かにそのじゃあ物販を一回抜きにして、はい、そもそもそのイベントでかかった費用と、はい、その物販以外のイベントで、売り上げた金額でいうと、まあ赤字ではないっていうところになってますよね今。あ、そうなんですか。はい。425万回収できたんですか。この425万はグッズの、ね、原価が半分ぐらい。ああ、よかったよかった。そうっすよね。の、まああれを抜いたら大体220万ぐらいかかっていて、はい、まあ220万は回収できてる。そうですね、まあ、縁日の売り上げとあと VIP とアフターパーティーですね。そうですね、まあ、これ具体的なところで言っていくと、あの須藤食堂で大赤字。おお、そうだったんですか。須藤食堂さんでも大赤字で、はい、でまあトラボルタグリーティングがまあまあそこそこ、まあ、トントンですね。なんですけど、あのイーノ大地のインチキくじ引きこちらが本当とんでもないぐらいのミラクルヒット、はい、本当にインチキなぐらいのミラクルヒットあげまして、はい、まあ、それによって大幅に黒字になったかなっていう。そうですね、まあ、逆に言えばそれがなかったら赤字でしたね。まあ、それがなかったら多分ギリギリ赤字になっちゃってたのかなと。そうですね、なんでまあインチキくじ引きはあの一種の救世主だったっていう。そうですね、まあ、形になりますね。はい、本当にこれは井野さんに感謝というか。あ、ありがとうございます。スタジオさんと井野さん。いえいえ、あ、ありがとうございます。なんで、まあ、感謝祭みたいなそういう、まあ、イベントみたいなちょっと特別なものですかは、あの確かにその、まあ、赤字にならない範囲でペイできるようなものとしてあの運営させていただく、まあ、そのさっきの条件で言ったら5万の代わりにそういうのも出していいよみたいなパターンとしてはすごい納得かなというふうに思ったりしてますね。まあ、あの西尾くんメンバーシップ担当になってね、なんかここら辺もきっちりやってるなって印象があったりとか。あ、本当ですか。まあ、盛り上げてくれてるなと思って、あのかなり、はい、あの信頼してるんですが。が逆説。はい、こちらなんか作ってましたよ、ね。あ、そうだっ
それ、それ、メンバーシップですか。これなんか作ってましたよね。はい、作ってましたね。ダイニンググループの機関紙を、はい、このメンバーシップの人と一緒に、作るみたいなプロジェクトで、はい、動いてて、去年の12月ぐらいから動き始めて、はい、2月のこの感謝祭で配ったりとか、そうですね。まあ今、メンバーシップの人とか、サブチャンネルの人でも配ろうかみたいな話になってる。はい、本当にクオリティとかも素晴らしい、ものだと思うんですけど、こちらですね、なんかあの納期が納期がね、はい、なんかあのこういう出版物って、はい、発注かけて何日納品かっていうのがあって、はい、その何日納品かによって、値段が変わっていく。あ、そうですね、はい、もうすぐに納品してくださいって言われるとやっぱ高くなるし、はい、一番最長納期で大丈夫ですよってやるとかなり値段が抑えられる。はい、そうですね。はい、でなんならこれフリーペーパーなんで、はい、お金かかってない。あ、そうですね、あの無料でお配りしましたね。で、まあ、とりあえず全部スローみたいな話になりまして、はい、なんかこれはなんか最短納期になったみたいな話で、はい、で最短納期と最長納期だと、まあ、倍ぐらい値段が変わっていって、あ、まあ、多分これ20万円ぐらいかかってると思うんですけど、はい、まあね、その本来であればその半分で、あ、そうですね、できて10万円ちょっともったいないなみたいなのと、はい、なんかその夏から聞いたんですけど、はい、夏はそのなんていうか、この機関紙がいつまでに、はい、あの納品すればいいのって西尾が聞いたのに対して、夏がいつまでだよって言ったら、はい、なんか西尾さんがそのネット検索して、はい、あのいろいろ納期の情報調べて、はい、ぶっちゃけいつまでいけますよねみたいなをなんか打診したっていう。ぶっちゃけその値段入れれば、まあ納期ここでもいけますよねみたいな、はい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 、の言ってたみたいな話がちょっと届きまして。ああ、そうですね、はい、ちょっとそこはだいぶ不信感が、あ、不信感ですか、はい、なんかそこら辺ちょっと会社のお金だから、はい、まあ一回みたいになってるのかなみたいな。ちょっと一つ言わせてください、はい、ですね、はい、まあ、イベントが2月18日の、まあ土曜日に行われたわけじゃないですか。あ、日曜日ですかね、はい、日曜日です。日曜日に行われたわけじゃないですか、はい、で一応そのさっきの、まあ、納期で言ったら、うん、まあ最長納期は多分10日ほどですかね、はい、なんで一応その段階だったら納期をあの2月5日っていうあの13日前に設定してたんですよね、はいはい、なんで一応最初は10日で作る予定だったという、うん、ことはございます。まあ、もちろん最初はね、はい、最初はもうそこは一番最長の期でやろうとしたけども、はい、まあいろいろあった時に、あ、ぶっちゃけ大丈夫でしょって言ってたってことですか。いや、違うんですよ。だから機関紙は、まあ、正直やっぱ重かったんですよね、はい、まあ、初めてのことがあったんで、正直僕イラストレーター使ったことなかったんですよ、うん、だからイラストレーターで納品しなきゃいけないってことで、いられのこととかいろいろ、まあ、そこでなんか勉強したりとかあったんですよ、うん、でなんか手探りのなんか作ったっていうのも一つあるんですけど、うん、まあそうですね、 あとはやっぱまあ感謝祭のまあ一応まあリーダーだったわけじゃないですか、はい、で感謝祭のお配りするっていうのがやっぱ最終着地点だったんで、うん、あのイベント会場でやっぱ配れないとちょっとイベントとして成り立たないかな、成り立たないというか、まあ、ちょっともったいないなっていう、まあ、事前に告知してましたからね。そうなんです、お土産がありますというのもあったんで、まあ単純に僕が把握してないとおかしいなっていうこともあったんで、一応確認をしたっていうところがまあ理由かつ、言い訳だね。まあ本当に重かったんで全然ました。うん、まあちょっとそこだけかな、君が気になってるのはね。本当ですね、はい、本当ですね。まあそうですね、まあ、結論としては、まあメンバーシップ、まあ、5万円でまあじゃあ行きますか。そうですね、うん、だから今回みたいな機関紙みたいなとかイベントとかをまあ会社のお金で使わせていただく、そこはちょっとね、そこでやりくりしてはさすがに無理があると思うので、あとはですね、最後にその何だろう、これ今残余さん28万とか10万円以上あると思うんですけど、はい、これメンシップがあのスペコン分離した後10万円でちょっと誤送金されてたというか、はい、ああそうです、確かにその5万円だけ毎月ちょっと引いていただいて、これいつ頃からにしますか、ね、年明けからでいいですかね、1月から。だとしたらじゃあ今残ってんのが、大体18万ですかね。じゃあ2ヶ月分ちょっとそこだけ、はい、調整させていただいて、今回5万円で、あ、了解です、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ちなみになんかそのあれです、他の方の予算聞きたいなと思うんですけど、サブチャンネルは引き続き6万円で、はい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 、スペシャルコンテンツは、
上限なしで、はい、その代わりちょっとこうジュリアさんの審査と、はい、あ、まあ、承認がちゃんと必要になったっていう、はい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 、ところで今回メンバーシップは5万円になったっていう感じです。あ、じゃあどこも別に増えたりはしてないんですね。増えたらもういないですね。あ、そしたらちょっと増やしたくなってきましたね。いやダメです、ね。いやなんかやっぱそのあれですよ、なんかそのね、やっぱ前代未聞の取り組みみたいな感じにしたいじゃないですか。まあでもあのこの基本でベースはそれでいいんですけど、はい、そのまたメンバーシップでこういうことをやりたいんです、今回の資金お願いしますっていう、うん、はい、チャレンジはしていただいて結構なんです。ああ本当ですか。これもサブチャンネルとかスペシャルコンテンツもそうですけど、はい、まあなんか大型企画をやりたいんで、その特例でお金を使わせてくださいみたいなのも全然ありなんで。ちなみにそのやつはなんかさっきのあのね、あれですよね、会社さんとかもなんか400万ぐらいかかったじゃないですか、はい、なんか上限1000万とかいけたりしますかねっていう。メンバーシップで1000万は無理ですね。ああ、かしこまりました。分かりました。メインでも無理なんで。あ、そうですよ、ね、はい、まあ全然気にしないでください、まだ、はい、じゃあまあお疲れ様です。ああ、分かりました。続きよろしくお願いします。あ、お願いします。なんか結構あっさり終わって、はいはい、あ、ちょっとなんか何でもないです、ごめんなさい、ありがとうございました。あ、なんかまだ戦う、なんかあの駐車場止めてるやつとか。ああ、個人のなんか全然やるよ。あ、個人のですか、うん、あ、それはちょっとなかったことに。そうだよな、はい、じゃあもう静かに。あ、申し訳ございませんでした、失礼します。ありがとうございます。お疲れ様。はい、失礼します。じゃあ総務。はい、総務ですか。はい、あ、はい、まあ一応総務って言われたらピンとこない人多いと思うんですけど、まあスタジオのなんか備品とか、はいはいはい、消耗品とか、その他いろいろ、まあ、はい、予算がやってもらってる、ね、はいはいはい。でまあその予算とかも特になく、そうですね、まあ、足らなくなったら買うみたいな感じですけど、はい、はい、まあ今どうですか、その今やっていてこういうところもうちょいお金使いたいなとか、うん、そもそもちょっとこれは無駄だったかなとか、うん、はい、わかんないっすね。あうん、じゃあ僕からちょっと言わせていただきます。トイレットペーパーあれ、はい、今ダブル、はい、あシングルでもいいんじゃないか。ああ、いいんじゃないですかね。ああ、はい、ちょっと削れますよね。そうですね、削れますね。はい、今日はそうです、うん、はい、なんかはい、緑のタヌキ、緑のタヌキ、ああ、はい、あれがなんかその、はい、結局廃棄になったみたいな、はい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 、話聞きました。はい、それはちょっとどういうことなのか。ああ、いや、わかんないっすね、僕は。あ、なんか責任者なんじゃないんですか。いや、僕上の方がいるんですかね。いや、まあ僕、まあ一応まあ総務としてやらせてもらってるんですけど、まあ僕の上にもう一人いて、はい、僕は正直、まあか、なんか届いたものとかをつけたり運んだりしてるだけなんで、その、なんかそれが金額どれぐらいとか、いつ頼まれたものとかっていうのが僕わかんないんで。注文もしてない。あ、そうですね、僕注文してないんで、何が今どれぐらい使ってんだろうなっていうのもあまり僕は考えてないんでですね。あ、すいません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 、ちょっと段ボールの捨てでか。あ、まあもう終わりでいいです。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。すいません、ちょっと段ボール捨てないといけなくて、はい、今。すいませんね、僕何もわかんない。上の人に聞いてもらえれば。あ、わかりました。はい、すいません、すいません。ありがとうございます。すいません、失礼します。はい、すいません。このグループにバイトっていた。アルバイトいたって。まあ総務で言ったら僕ですね。まあそうだよね。はい。あと僕ですね。あ、そうですね。はい。まあ、トイレットペーパーの件に関しては、はい、まあ、誰かがダブルがいいって言ったん気がした。あ、僕です。そうですよね、はい、そうですよね、はい、僕です。ですよね、僕ダブルがいいです。シングル嫌なんです。結局だってシングルもさ、ダブル分ぐらい巻くことになるじゃん。そうだね。そしたら別に分厚いダブル最初からでもいい気がしますよね、うん、そうね、まあ、緑のタヌキかな。緑のタヌキも岩田に言われた気がしたんだよな。その冬場はバカ売れするからいっぱい買っとけって。緑のタヌキは、うん、あのドリンク会議かなんかで、うん、確か決まったんだよね、うん、それ出したの俺だった気がするんだよね。お前俺一個も食ってないから。ふざけんなよ。まあ一旦そんな感じですかね。いやでもちょっと1個まだ残ってるかなっていうのがあります。何ですか。あのメインが。あ、メインチャンネル。メインがそうです。あ、メインチャンネルか。
マジで予算とかないじゃないですか、もう。メインチャンネルはもうないですよ。それ良くないですよね。なんか。メインチャンネルメインチャンネルだから使っちゃうみたいな感じありますよね。メインチャンネルはでもその僕らの心臓じゃないですか。いや。メインチャンネルもちょっと見直していきたいなっていうのはありますよ。なるほどね。なんでこれはちょっとドイッタニさんも来てもらえますか。うわ、なんかマジでこれすげえ裏切られた気分だ。なんか仕組まれしてて。お前も知ってたんだろ、メインの。お前こっちだな、じゃあ。うわ、もうガチでこいつは仕込んでるわ。あ、どうも。あ、ちょっと見てもいいですか。メインの、はい、去年のメインをまとめた。何でしたっけ。あ、岩田です。岩田。はい、岩田亮太って言います。岩田亮太。はい、そこ引っかかんなくて大丈夫。行政じゃないですよ。担当は何。あ、メインチャンネルを。メインチャンネルか。はい。まあ、メインチャンネルっていうのは、その第二グループの、まあ、動画を。動画の、まあ、メインチャンネル。全般的にってことですね。そうですね。まあまあまあ、それは金はかかりますね。そうですよ。それはもう。まあ、でも削れるところも、まあ、なんかありそうな気がするけどな、これ見たら。まあそうですね。で、まあ、去年で言ったら、まあ、東京逃亡、ラスベガス人生逆転生活、はい、海賊サバイバルということで、はい、前回もね、あの動画でちょっとやりましたけども、はい、ラスベガスの宿泊費、はい、スタッフ、あ、僕と飯野の宿泊費12万いくら、はい、これは高い。いやいやいや、1週間ですよね。まあ10日何日だろう、10日ぐらいかな、10日もっとかな、10何日かで、まあ、1日あたり1人5000円ぐらいだったんで、安い。1人5000円。はい。1人5000円であの部屋泊まってたの。そうだいぶなんか高そうだな。リッチそうに見えたけど。あの部屋だ、ほんと一番安いとこ取ったらあそこだったんですよ。うん、じゃあいいけどさ。ありがとうございます。あとはなんだ、まあレンタカー代。はい。11万5000円。はい、もう本当にこれ高いよね。はい、まあ、まあ1日1万円ですから。まあでもなんかもうちょい安くないの。そうですね、まあ、うん、まあこれ本当にこれ言うかどうか本当に迷うんですけど、本来あの7万円の予定だったんですよ、そこ。おい、レンタカー費用高くなってんじゃん。じゃあそうなんですけど、あのジェイソルさんにいろいろ聞いてたんですよ。うん、多分あったと思うんですけど、うん、でジェイソルさんにそのレンタカーの話を聞いた時に、レンタカーどこがいいよとか教えてもらって、でその国際免許証みたいなとかって行きそうなんですかねって言ったら、いやいらないいらない、あれ普通に日本の免許証で行けるよみたいな、うん、で言われて、あそうなんですねっつって、そのまま日本レンタカー予約して日本の免許証持ってったら、あの国際免許証見せてくれって言われてで、いやないですって言ったら、あじゃあうちは無理だよって言われて、その7万のキャンセルになったんですよ。あで、でも、ね、国際免許証なしで借りるところがこの向かいにあるからそっち行きなって言われて、そっちで借りたらちょっと高くなってしまったっていうのがあって。あ、はい、あ、なるほどね。リサーチ不足ってことだよね。いや、まあそれはその嘘つかれたというかジェイソルさんのせいだと。ジェイソルさんのせいにはしたくないですけど、まあ本当に。いやでもそもそもなんかいい車乗ってなかった。確かにあんな車いるか。いや SUV みたいなさ、あれはもうかっこいい車乗ってちゃう。違うんですよ。だってまずあの1台でその5人プラス通訳で6人乗るん で、ね、であの車でもあの、まあ、これ本当後部座席 の2台に1人座るみたいな。あったな、はい、あれでもまあ本当は2台借りた方が良かったぐらいだったんですけど、まあ、僕いいのが免許なかったんで1台で全員入れるしかなくてっていうのでちょっと本当にしょうがなく、まあ、もうしょうがないよね。じゃあ本当しょうがないです。まあ、でも確かにメインチャンネルは僕も撮影行ってるんで分かるんですけど、まあ、確かに最低点の暮らしを正直してます本当海賊サバイバルの宿とか本当やばいですからね。まあそうですね。シャワーがもう水しか出ないみたいな。でなんか部屋の中虫入ってくるみたいな。ただね。はい。あ一個気になるね。このなんだこれは打ち上げ？はい。なんか上映会というのやってんの？上映会やってますよ。あの、まあ、あなたも行ってます。あ俺のキラあれか上映会なの。はい。でなんか上映会、そのメインチャンネル撮影終わって編集終わって頑張りましたっていうのはいいことで、はい、なんかその打ち上げを多発してるっていう
の方がこれも出てるからね。毎回打ち上がってるね。まず基本的に行われる打ち上げ、海賊サバイバル終わりから、はい、その年始にかけて言いますと、はい、まず編集お疲れ様でしたかい。はい、まず一回入ります、ね。はい、やりますね。編集お疲れ様っていうのをまずやります。はい、でその後に、上映会、はい、今回で言うと、東京、はい、福岡、大阪。はい、まあ、千葉もあったんだけど、はい、まず福岡で一発やりましたね。もつ鍋、もつ鍋屋で、はい、みんなで、打ち上げをして、はい、その後大阪で、はい、レイクレ込みでの打ち上げをしてます。あ、そうですね。はい、しました。でその後に、それが終わってもう年末ですよ。年末佳境なのに、忘年会してます。忘年会しましたね。あ、はい、その後に年明けて新年会してます。新年会もしましたね。新年会、そのうちうちでやったのと込みで、今度津田ろって新年会ってここで田上さん来てたからね。来たやつ。はい、でその後グッズを作ってくれてる、はいはい、藤山さんね、藤山さんの会社とのその打ち上げも新年会もありました。ありましたね。計7回まあそうですね。あとメンバーシップの動画でも新年会やってます。そうですね、8回ここら辺全部その会社というかメインチャンネルの、 そのうちの肝となるバンクから出てるわけじゃないですか、うん、はい、これはもう削れるよね。1回だって 4,5 万はしますもんね。まあ確かに本当に10人で打ち上げやるとなると1人 5,000 円は絶対いくんで、最低でもね、まあ、そうだね、5万、5、6万。特にその上映会の時なんて1人1万ぐらいのとこ行ったりするんで。福岡のとこ高いとこ行ってたよね、松鍋。行ってたね。どうなんそれは。いやー、まあそうっすね。そこをどんどん削っていかないと、やっぱその、確かに見直さないといけないからね。もう全然本当に僕は削りたいんですよ。ん、本当か。削りたいですけど、結構その泣きそうな目でそのえ、これ自腹ですかっていう顔で見てくるやつがなんか何人かいるせいで、まあまあじゃあ経費でいっかみたいななってることはありますね。いやー、その1個に絞るとかね。まあそうですね、やりすぎなんだよ確かに。忘年会とか会社のうち飲み会が多いことは全然いいことだと思うんですよ、僕も。でも確かにちょっと多すぎますね。多いよな。まず福岡とその大阪のその2ステの打ち上げいるか。まあまあ、その福岡は正式には打ち上げなくてなかったんですよ。終わって飯食いしたい人行くかっつったら、みんな行くってなって全員いたから、で、あれこれ経費じゃないですかみたいな感じの空気になって経費で払ったみたいな記憶がありますね。そりゃそうだよね。決めた方がいいかもね。もう打ち上げは1企画1回と、まあ全体の忘年会年5、年3か5、4か5。いいですね、もう。え、いや、いいじゃなくて。いや、だからそれを、なんていうの、お前が出せばいいだろ。はあ、社長なんだ。いやいやいや、あのな、お前ら多分ずっと勘違いしてるんだけど、うん、世で言う社長が出すってあるじゃん。あれ、会社の経費で出すことを社長が出すっていうの。その社長のポケットまでで出してるわけじゃないのよ。ああ、そういうことなのね。うん。なるほどね。うん。じゃあ、まあ、まあ打ち上げはでもどうする、これ減らすんですね。いやー、ちょっと多いな、ね、多いかな。多いけど結構やりたくなっちゃうよね、打ち上げは。だから別にその多くてもいいじゃん。だからそれを経費じゃなきゃいいってことだよね。まあ、半経費とか。半経費、半経費ね。半経費でも高いとこ行ったら結局さ、1万のとこ行って5,000になっちゃうもんね。まあそうだね。まあでもなぁ、そのあいつなんだよな。あのバイトなんだよな、一番。確かにあいつがよくやるのは、あ、じゃあ僕あのホテルで寝てるんでいいですよ。あいつカラッとはしてんだけど。そうだね、まあ、カラッとはしてんだけど、カラッとしすぎてかわいそう。そうなんだよな。そうなると、まあじゃあ経費でもみんなで行こうみたいになるんだよね、うん、まあじゃあ打ち上げはその基本的な、まあ大きいやつは会社がまあがっつり出して、それ以外も自腹にしましょうよ。大きいやつって何？その1企画1回です。上映会の最後です、千秋楽。そこはもちろん会社が出して。福岡はじゃあどうなの、この場合は。もう行きたい人で飯食い行って、みんなで行ったらみんなでこう割り勘すればいいじゃん。おお、じゃなくて、おおじゃなくて、お前が詰めてきたのよ。ははじゃねえよ。いや、その大阪の打ち上げと福岡の打ち上げだったらさ、福岡の打ち上げの方がちょっと高いくなりそうじゃん、うん、ああ、なんか美味しいから福岡の方が、うん、そういう場合どうすんの。一回券どこで使うかあるから、ね、そう一回券では最後だろ。最後にやろうよ。いや、だったら千秋楽福岡だな。いや、福岡の別にいいけど。
まあまあまあそこら辺はね、まああのまあ組織ですから、まあはい、統率を崩さないって意味でもまあ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 、でも俺もこんだけ切り詰めちゃったんで、他の部署にね、サブチャンネルとか本当になんか 2,3 万を節約したみたいな言っておきながら、その10万円ぐらいかかる打ち上げをボンボンやってるのはだったらそっちに金使いやって多分なるじゃないですか。まあな、なんで最低限必要な1企画1本、そして忘年会ぐらい、これは会社が出します、はい、他はもう全部自腹にします。あ、そのじゃあ関係者が来る忘年会とかはどうなるんですか。いやそうなんです、それはあるよね、まとめて開催するの。あ、わかりました。その要はみんなで割り勘みたいになった時に、その関係者の人がちょっと気まずい思いさせるというか、僕も出さなきゃっていう感じにさせちゃうってことだよね。その場合は会社で払いますってやって後で引きます。え、その例えば関係者 A がいた時に、はい、A の分をみんなで割られたい人ってこと。いや、 A の分だけ会社で負担した上で、それぞれの人はみんなの分はこう後で引いて、その場は会社の経費なんで大丈夫ですよってその A さんには立てといて、後からちゃんとこう、あのでも僕たちみんなは知ってるじゃないですか、自腹になることが、はい、で行かないメンバー出てくるんじゃないですか、自腹だと。まあそうだね、いやその会食だったら難しいよね。それ言い出すとちょっと俺ね、会食多いんですけど、もう自分で払ってるんですよ、その誰か仕事先の人と言って、もしこっちが払う場合ね、それもまあじゃあっていう話になっちゃうからね。難しいよね、だからその、うん、例えばそのグループ内で何人か飲みに行くとかあるじゃん、それもいわばその一種の疎通取るためのさ、うん、仕事じゃん。はい。それも払ってもいいのかなって思う瞬間やっぱあるじゃん。ないです。コミュニケーション大事だよそれ。マジで一番厄介なのは本当に津田ロッテの、例えばもうみんなでバーって試合やった後の打ち上げ、これってもう強制参加なのよ。そう、ね、俺だけ行かないはもうできなくなっちゃう中で、でその田上さんもいるとかの時に、それが割り勘だとなんかちょっとまあ寂しいよな。うん、だからその半経費をうまく織り交ぜていくしかないかもな。だからもう動画撮ったら半経費なんですよ、でも大体ね。だからその場合はサブかメンシップから出るから。ああ、そっか。うん、そこはうまくやりますか、そこの。だから逆にそれで動画に対してその協力的じゃないやつはもう磁場です。なるほどね。確かにそういう津田ロッテの打ち上げとかだったら、サブで打ち上げもちょっと回しますってなったら、サブで半分、メインで半分出してみんな、まあ、全景品になるとかでパターンありかもしれないですよね。打ち上げまで取られたくないやつはもうぜひ自腹で飲んでもらって構わないってことにしてますか。まあそうね。まあちょっと確かに打ち上げ多すぎ問題はちょっとどうにかします。まあ半経費とかがいいかな。まあ、あとは基本地場だね。別になんかそれの、なんだろう、それをやったことによって全然その10万の価値出てないからね。まあ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 、一旦ね、それは置いといて。はい。まあ、というわけでね、まあいろいろ、まあありましたけども。はい。まあ、2024年。でもなんか言ってなかった、お前、その上映会、穴ちょっとかかりすぎじゃないかみたいな。ああ、そうだ、そうそう。上映会のその移動が穴でいいのか問題あるよね。あ、まあ、いいんですか。ん。じゃあ LCC にしますか。いや、よくないよ。どっちなの、詰めてるんじゃん。俺は、まあ、正直に言うと、なんていうの、まあ、確かにそういうのでもかかってるから、まあ、まあ、結構だから一律そのランク上げてこようと思ってた。うん。俺そのまさかのその切り詰めようっていう方に行くと思ったから。正直俺も穴がいいよ。マナがいいな。マイル溜まるし。でもまあこれあれなんだよな、俺とジュニアで試算したんだよな、そうですね、その要はジェットスターで行くのとアナで行くのを計算した時に、僕らの荷物量だとまあ言うて変わんない、むしろアナの方が安いぐらいの。なるほど、ね、預け荷物で結局格安はね取られた。そう、なるほど。しかも格安なんかさ、あの別クレジットカードを、ジェットスターのクレジットカードじゃなかったら 15% 乗りますみたいなさ、そんなあるんだよね。結構ね、いろいろ後から乗ってくるんだよね。いいじゃねえかよ。まあだし、まあちょっと上映会はね、半分こうなんかこうね、若干慰安旅行を入れようっていう話になる。あなただけなんですよ、それ言ってんの。はい、はい、確かにね。じゃあ、え？ LCC？ 確かに、お前のその慰安旅行のニュアンスと、はい、こいつらの慰安旅行のニュアンスは違います。まあ確かにな。朝起きる時間が全然違うんで。朝早いんだよな、とにかく。夜遅いんだよな。うん、まあ、それも今回からちょっと本当に
あの土日だけにするとかいろいろやってちょっと本当解決して本当に慰安旅行に向かしたいんで、はい、そんな感じですかね。はい、大丈夫か、金はあんのか。いや、まあ、あるとも言えないし、ない、まあ、ないともいなくもないし、あるとも別に言えないみたいな、そんなところですかね。全然いいやん、それだったら。まあ、昔ははっきりなかった。昔は本当にはっきりなかったよ。長州戦だったあったぐらい。確かに、そうだって。だし、だってこんなでっかいテレビ買ってますから。あ、昔はそのお金入っても何かが来てもゼロになるみたいな、うん、そんなのの、そのシーソーゲームっていうか、なんかあってなくなる、あってなくなるの、その自転車操業、ね、ずっと繰り返してたのに、もう今や。まあでも正直言うと、あの2月末まで、あのもうほぼなかったです。それはでもそのね、まあその入ってくる見込みはあったんで、ただその出費が重なっちゃったっていうだけなんで、ね、でかめの出費来たら今きついくらいってことだよね。まあそうっすね。まあじゃあ大丈夫な、はい、定期的にちょっと見直していきましょうか。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。